こんにちは、ドッグトレーナー翔です。はい、今日の質問は、車や自転車、ランニングの人を追いかけます、どのようにしたらやめてくれますか？はい、あるあるですね。私の過去の経験だと、ボーダーコリーと、あとはコーギーちゃんとか、ああいう系の子たちが結構追っかけるとかっていうのやりがちなのかなって思ってて、あの子たちがやっぱり何か追いかけるのが好きっていうのは多分遺伝子レベルでも入ってたりするのかなって思うので、基本的には何かに対して吠えたり追いかけたりするっていうことが好きっていう部分はあるんだと思います。ただだからといってランニングの人に対して走って追いかけちゃったりとか、間違ってでもねパクってやっちゃったりとか、ピョンって飛びついて転ばせちゃったりしたら大変になるんじゃないかなとは思うので、やめさせたいっていうところはありますね。なのでそれに対してまずはどんな風にしていったらいいのかなっていうお話をしていきたいんですけども、やめさせたいっていうのは私たちの事情ですよね。ワンちゃんたちが車が走った時とか自転車がね来たりとか人が走った時に、ワンちゃんはどうしてほしいのっていうと、それでも落ち着いててくれればいい、リラックスの沿線上にいてくれれば私はいいんじゃないかなと思ってるので、じゃあどうやったらまずはワンちゃんたちが慣れてくれるのかなっていうと、私たちの場合は大体がぶっつけ本番の動くもの、動く相手に対して練習していくっていうことをしてしまってるのが一番失敗の多い原因になってるんじゃないかなって思っていて、掃除機の練習って皆さんしたことあります？掃除機をねワンちゃんたちに吠えたり噛んだりしちゃうときですね、やんないでねって教えていくときには、最初は動かさないで掃除機だけを置いておく、そこの中でトレーニングをしたりとかおやつをあげたりして、ワンちゃんが掃除機を気にしなくなったら電源をつけないでまずは掃除機を軽く動かしてみる。ということは音がしない分だけランニングだったりとか自転車の方が我慢がしやすい、音がしちゃう分だけ車とバイクの方が難しいっていうことなんですよね。もしね音が鳴るものに関しては最初は音を出すなら動かさない方がいいと思っていて、車だったらエンジンをかけておいて近くで、ああ別にこの音が鳴ってても何もないんだねっていうのは理解できると一番いいんじゃないかなって思ってます。なので走ってる車をたまたまでやると、これが一番今難しいわけですよね。難易度ベリーハードでいくわけです。ベリーハードでいったら失敗が続くわけですよね。皆さんがやってるのってもう今できないって分かってることからやるじゃないですか。ベリーハードから入るわけですね。そうなると失敗するのは当たり前で、失敗を続けていくうちにワンちゃんたちの反応も大きくなっていくし、そこで私たちがワンちゃんに対してのアプローチを間違えたらどんどん反応は大きくなっていったりとか、またはせっかく反応がなくなってきたのに今度飼い主さんに向かって吠えるとか噛みつくとか思った方向とはまた別なことが出ちゃったりするっていうのは、私たちがかけるアプローチ次第で変わっちゃうところもあるんじゃないかなと思っていて、もし鳴らすっていうことをやるんだったら誰かに協力してもらう、トレーナーさんでもいいですよ。練習していくっていうところからやって、まずは車に鳴らしてあげて、バイクとかだったら間違いなく最初反応するから最初は音だけ、エンジンかけたら動かさないでいてもらって、エンジンをかけてそのまま車が止まってます、バイクが止まってます、平気だったら軽く動かしてみるとかね、そういうところから入っていただくといいと思います。動こうとするとねすぐ追いかけたりとかしちゃうんだったら、空でねちょっと回してあげたりすると音にもねちょっとずつ慣れたりするんじゃないかなって思うのと、あとはね携帯とかで録音した音とか大きく音でねスピーカーかなんかで流してあげたりしてもね、鳴らすことは同じ音だったらねできるんじゃないかなって思ってます。なのでまずはワンちゃんに対して順序を立ててちゃんと鳴らしてあげられた結果できないのかどうかを私たちは見ていかなきゃいけないよねっていうことなんですよね。なのでどうしてもねできないっていうことを私たちは見つけてしまうと、そこを直そうとする。なので一番大事なことっていうのは、ちゃんと練習をした後にワンちゃんに成功体験を踏ませてあげるということができるのが一番大事なので、順序を立ててね練習していただけたらいいんじゃないかなって思ってます。はい、ということでね、これは多分一人でやるの結構難しいんじゃないかなと思っていて、自転車もそうなんですけどね、最初は置いとく、置いといて平気だったら乗らないで手で押して動かす、それ大丈夫だったら漕ぐね、漕ぐと音出ちゃうからね、漕いでみるとかね、そういうことをしていきながらワンちゃんたちにも徐々に自転車に慣れてってもらってってやるのが一番いいんじゃないかなと思いますので、まず鳴らすんであればちゃんと順序立ててってやる。これすごい大事なのが、自分が今やってることがイージーなのかノーマルなのかハードなのか、そこは自分でやってきながら、あ今これなんとかしたいな、直したいなって、別にこれは車とか自転車追いかける悩みだけじゃなくて何でもそうですね、何かをワンちゃんに対してやっていきたいって思った時に、自分がこれを鳴らそうと思った時に最初にすることが果たしてそれがノーマルなのか、もしかしたらイージーに下げた方がいいのにイージーに下げたつもりで気づいてなかったりとか、
何だったら間違ってるといきなり本題ハードに入っちゃったりする、ね、その辺はね私たちがうまくコントロールしてやってあげないと失敗が続くとワンちゃんも分かんなくなっちゃいますし、やってる私たちも辛くなるのでうまく調整していただけたらいいんじゃないかなって思ってます。皆さんもねいろいろやる中で悪気はないんですけども、急にね難しいところからやっちゃうことってあるんじゃないかなと思いますので、気づいたらハードルを下げる、うまくいかないなと思ったらそれが本当にノーマルなのかイージーなのか疑う、もっと下がる可能性もありますからね。なのでどんどんねレベルを下げてあげて、ちっちゃいできるを積み重ねて、本当の意味でワンちゃん気にしないように育ててあげられるようにすると一番いいんじゃないかなと思いますので、ちょっとずつですね小さな刺激から慣らしてみてはいかがでしょうか。